はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。そしておそらくこの動画はですね、2022年の4月以降に出ることになるのかな。ちょっとそこについては定かではありませんが、おそらくその可能性が極めて高いと思います。では早速ね、今日の動画撮っていきたいわけなんですが、今日の議題はですね、イースター、こちらについて語っていきましょうか。で、イースターということで4月の特大イベントでございます。で、あつ森を初期から遊んでる方であれば、今回が3回目のイベントとなるのかな。で、2022年、2021年で、2022年ということで3年目のイースターなわけなんですが、皆さん楽しんでいきましょうということで、今日はイースター関連の動画を撮っていきたいわけなんですが、例えば概要説明であったりとか、どういった家具が手に入るのかとか、どういった流れで進んでいくのかとか、そこについて事前に確認していきたいと思っております。では早速話していきましょうか。いろいろ語ってきた内容があるんですが、まずイースターの進め方っていうところで、案内図の近くにピョン太郎が現れますね。どこら辺に現れるかっていうところなんだけど、ちょっとそこについては定かではありません。とりあえずピョン太郎が現れます。で、現れるとまずは話しかけましょう。で、その結果、いろいろね、会話になるので、卵とレシピを集めることになります。で、ひたすら卵とレシピを集めて、で、集めたレシピと卵でどんどんね、 DIY をしていきます。で、イースターレシピ18種類かな、こちらをすべて作成して、ピョン太郎に話しかけてご褒美をもらいましょう。で、ピョン太郎によって隠されたレシピは全部で18種類、で、卵集めの中にひらめくレシピを除いて、すべてのレシピを DIY で作成すると、ピョン太郎からご褒美をもらうことができます。ただ一点注意点としまして、卵集め中にひらめくレシピっていうのがあるので、そちらについても注意ですね。そしてレシピの入手方法としましては、現時点では4通りございまして、虹色のイースター風船から入手、ないしは虹色のメッセージボトルから入手、住民に話しかけられた際にもらえる、で、4つ目、卵集め中にひらめくっていうことで、こちら4つが入手方法となっております。こちらについても重ねてご確認していただければと思ってますね。で、イースターの開催日なんだけど、今年はですね、一応期間としては4月10日から4月17日っていう形になっております。それなんですよ。そしてこのイースターのイベントなんですが、もう1点特徴がございまして、開催日がなんとね、年によって全然違います。で、2022年は4月10日から4月17日、この1週間が該当するわけなんですが、2023年は4月2日から4月9日で、2024年に関しては3月24日から3月31日で、2025年に関しては4月13日から4月20日っていうことで、本当に開催日が全然違うからさ、2024年に関しては3月24日からよ。だから3月イベントっていう扱いになってるんですよね。ただそう考えると面白いよな。そしてイースター家具なわけなんだけど、実はね、たぬき商店でもいくつかの家具が販売される予定となっております。これに関しては2021年のアップデートで追加された家具になりますね。具体的にはガーデンフラッグ、トピアリ、ツリー、プランター、お菓子、これらの家具が追加される予定となっております。あとはですね、こういった形で偽売りイースター家具の他にも様々な家具がレシピを通して作ることができます。イースターのアーチ、イースターのウォールクロック、イースターの壁紙、イースターな冠っていう形でいっぱいあるんですよ。ひらめく系のレシピもあるんだけど、こういった形でかなりの数がございます。ですので、イースターの家具自体は全部で26種類かな、確か26種類かと思いますね。で、そのうち、レシピからは20種類か、あれ21か20種類ちょっと忘れたんですけど、こういった形で様々な家具がございますね。ですので、まずこちらの家具を優先的にゲットしていくっていう形かな。ただ26種類ってすごいよな。多分イベント系家具だと1位2位を争うぐらいの多さじゃないかな。あとね、レシピ関連がめっちゃ多い、それがね、かなりきついところでもありますよね。他のイベントもかなり多いわけなんだけど、ただその中でもトップクラスで多いわけだからさ、本当にここに関してはかなり難しいところなんで、特に風船からレシピをゲットしないといけないことが多々あるからさ、
ここについては急ピッチでやっていきましょう。まあ、去年一昨年と、まあ、風船割ってでレシピをゲットされている方は問題はないと思うんですが、ただここ最近あつ森を初めてイースターのイベント初めて参加するわっていう方はかなり大変だと思うんで、まあ、そこに関しては注意が必要かな。そう思ってるよりレシピが集まらないからさ、そこがかなり大変でございます。しかも全て集めないと起き上がりこぼしとかもらえないからな。あちらも一応限定格となっております。よく来たな、ちょうどフランサーも遊びに来てるんだ、金くれい、お話しようぜ。今日は千客万来だな、フランサーもいることだし、このメンツで大いに語り合おうじゃねえか。なるほどな、語り合おうぜ。あなたもバンタムさんに会いに来たのね。そうだよ、おしゃべりしようぜ。シャザマすごいもん、バンダムさんのお家によく遊びに来るの？まあ遊びに来るってことではない、まあ遊びに来るっていうことはそんなにないんだけどさ、たまたま入ったらフランサーがいたみたいな感じかな。まあこれはこれでちょっとシュールなわけではあるんですが、おめえかん、どうしたん、世間話でもしようぜ。今日はフランサーも来てるし、俺んちと思えねえ、にぎやかだぜ。こういうのも悪くねえな。ってことでお前らはもうすぐイースターだからな、気合い入れてけよ。イースターは本当に超重要だからな。ちなみに住民たちもお祭り気分で結構ね、イースター特有の会話してくれるんで、まあ、それもそれで楽しみだな。あら、私に何か用？ってことでお話しようぜ。バンタムさんのお部屋ってとっても居心地いいから、何度遊びに来ても飽きないのよね。なんかそう思うと面白いな。なるほどね、部屋作りをする上で落ち着くかどうかっていうのは大きなポイントだわ。ああ、わかるわ。まあ、落ち着くかどうかっていうところはすごくポイントになってきますよね。おお、なんか妖怪？阪神来たよ。実は俺大事な手帳をなくしちまったらしいんだよ。ほぼ白紙の手帳なんだが、ほぼ白紙なんかい。人に見られたくないメモ書きがあって気が気じゃねえんだ。え、ってことは俺が探せってこと？本当かよ。いや、そいつは助かるぜ。じゃあ悪いけど、それらしき手帳見つけたら俺んとこに持ってきてくれるかな。よろしく頼むぜ。わかりました。何それ、面白すぎだろ。今度はどうしたの？じゃあそんな君にはね、これをプレゼントしよう。何かを俺はプレゼントしたい。パンダのリュック。まあこれさ、プレゼントしても別に背負ってくれるわけじゃないよね。素敵じゃない、マジかよ。どうだ、嬉しいだろう。うん、いいよ。そうね、何かお礼をしなくっちゃ。ブレザーよ、受け取ってちょうだい。ああ、ありがとうございます、ブレザー。このタイミングでブレザーか。なるほどな。いやー、けど本当にさ、大変ですよね、あつ森も。やることがたくさんあってさ、やること意外にあるからな。あとはイースター以外にも桜レシピも集めないといけないわけだからさ、それもそれですごく大変ですよね。まあ、新しい環境になったら桜レシピもゲットしていかないといけないわけだから、それも並行して集めていきましょう。だからもあれなのかな、やるべきこととしましては、4月の前半は桜レシピ、そこを重点的に抑えて、で4月10日以降はイースター、まあ、こちらが本格的に始まっていきますので、そちらにシフトしてイースターのレシピをとにかくゲットしまくるみたいな、そういったイメージかな。多分そういったイメージでいいかと思います。いやーけどイースターの季節か、今年もやってきてしまうのか、ピョン太郎が。ちなみにピョン太郎って皆さん知ってますか？ピョン太郎、まあどうなんだろうね、ピョン太郎。もし知ってるぜっていう方はぜひコメント欄に一言コメントいただければ幸いです。よろしくお願いします。ピョン太郎はね、なかなか面白いやつだから、ぜひね、絡んでやってくれ。島のファッションリーダーとしてトレンドを先取りしとかないとだから、早くチェックしに行こうと。てか未だにさ、クリスマスリース飾ってあるんだけど、未だに飾ってあるな。これいつまで飾る予定なんだろう。そういやさ、多分この動画出る頃には4月になってるのかな。で、大型アップデートってさ、いつ入ったんだっけ。あれって確か11月の4日だっけ。合ってますかね、間違ってたらごめんなさい。多分合ってるとは思うんですが、多分それぐらいの時期に大型アップデートが入ったと思うんですよ。で、11月だから、12、1、2、3、4、で、5ヶ月。やばいな。もう大型アップデートから5ヶ月経とうとしてるわけか。なんか実感全然湧かないな。あれからもう5ヶ月なんだ。はい、まあそういったところでいろいろ語ってきたんですが、今日の動画一旦終わりましょうか。まあとりあえず今日の動画では、イースター家具具体的にどういった種類があるのか、あとやらないといけないこと、
で、イースター当日の流れについて説明させていただきました。まあ、言ってもね、イースター系の動画に関しては去年一昨年と嫌なほど上げてるから、もしもっと気になる方はぜひそちらの動画もご覧いただければと思ってます。で、当たり前の話ではありますが、イースター当日になったらイースター当日の動画も撮っていくので、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。